どうも、ライトです。人気投票の告知ページを公開しました。何か変なのもついてますが、そのあたりの説明は、いつものコーナーやってから紹介しますね。では、連続ドラマ小説みたいになってきましたが、ラグナロク外伝カッコ仮のコーナーです。どうぞ。
出てきましたね。話の内容的にはあの辺りの連中も出てきそうですが、それは次回の講釈で。それでは、シルバリオサーガ総選挙のコーナーです。今回の人気投票は、シルバリオサーガシリーズの登場人物が対象です。そのままやったんじゃ結果が見えてるので、今回は、これを使って予想の要素を加えてみました。それが、アマテラス、マスターズチャンピオンシップです。人気投票の結果を1位から3位までの着順や、どのキャラが3位まで入ってるかを当てる。要するに競馬です。開催までに予想票や枠番を発表しますので、それを使って人気投票と着順予想をしてもらおうかと。着順が当選した方にはプレゼント、といった感じです。当選者が多数の場合は、当選者の中から抽選となるのが、残念なところですが、何か遊び要素をつけて、皆さんと楽しめるイベントにできたらと思います。細かいルール等は、後日発表しますので、何か穴がありましたら突っ込んでくださいね。開催は2020年8月21日からの2週間を予定していますので、皆さんぜひご参加ください。それでは前置きが長くなりましたが、今週も、皆様からのメールを読んでいきたいと思います。光の奴隷さんからのお便り。いろいろとお察しのベンデッタのゼファーさんはともかく、トリニティのアッシュ君は英雄チューンナップ主人公という設定とシナリオの都合上、体験版のアッシュがとても書きづらかったと高浜さんはおっしゃってましたが、ラグナロクで書きづらかったキャラ、また書きやすかったキャラは誰ですか？書きやすかったのはね、はい、リチャードとジェイスと、あとはグレンファルトとかですかね。あと、イザナさんとかも書きやすかったんですよ。そうだね。イザナさん意外と乗ってたから。そう、イザナさんもスメラリーも書きやすい。とにかく、うん、ラグナロクはね、自分のなんか芯と言われるものがブレないキャラクターが多かったから書きやすかったのは多かったんですけれど、ただね、書きづらかったのはね、やっぱりね、ラグナかな。ラグナがだって一番言うこと聞かない。お前はなぜここで殺しに行こうと。まあそうや、まあお前なら殺しに行くのか。そうか、お前はでもちょっと目が見えていないんじゃないかと作りにしたいと。だからね、うん、まあその辺の愚痴は前も言ったあれですけれど、うん、そうですね、まあともかくもうちょっと考えてみるとそうなんですよね。主人公ってそのやっぱりどっかで変わらなきゃいけないっていうのがあって、うん、当たり前ですけれど、そのずっと変わらないまんまだとお前結局相手なんだったのかとかもにもなっちゃうし、ある程度のなんつったらいいんですか、ルートが分岐しても大丈夫ぐらいの幅は残しつつ、そう、本当はそうなのにラグナが最初から完成しすぎて、でもなんか読んでる人って言われるものにはもしかしたらと思わせる何かは残しておかなきゃいけないしだとか、うん、そういったもんっていうものを、いや、そう、要するに選択肢のね幅が主人公に必要なのに、もうラグナが次の打ち合わせだからね、暇にすぎてんだよ。こんな主人公ないわとか見せるのが殺す殺す殺すだからそうだよ、もう未だに覚えてんの冒頭のシーパーズ企画書で、高浜これなーにって聞いてあげて、敵のラスボスを一日で主人公殺して終わる話よって言ったじゃない。そうだね。そう。本当そうだった。本当だからね。うん、まあ、本当だからね。いや、高浜大丈夫っすよって言って、本当に殺しちゃったわって話になったんですよ。まあね、うん。だからまあ、それを相手に思わせられるように書くっていうものは面倒かったなっていうのと、ただ、それ以外の皆さんは結構書き、そう。そうなの。今回ね、高浜も今回書きやすそうだなと思って。だからね、新祖たち4人のね、言い訳はね、高浜すんげえ持ってた。彼らっていうかね、全員秩序属性だからね、書きやすいっていうのはね。そう。グレンファルトはちょっと別だけど、残り3人はさ、かなり書きやすかったと思うよ、今回。グレンファルトはちょっといやらしい部分も。そう、いやらしい部分があったからね。質問にはないけどね、書いてる面白いキャラ誰って言われたらグレンファルトだったから。あいつのネチッとしてるこのでしかもその高浜王子さん書いたと怒ってる。そうそうそうなんかお前ノリノリで書いてたらなぜ書き終わったら怒ってんだよみたいなね、もうこいつクソが殺すみたいなさ、うん、言ってるからさ、さっきまで喜んで書いてたのにな。画面室作業をやりながらこいつクソだなってこの野郎みたいな自分で書いてねタグ落ちながら楽しめるってお得だなと思って見せた、うん、
お前、爽やかに相手の道を全て封鎖して、お前、何にこやかで相手の傷口をえぐるようなことみたいな。でも、好きです。うん。まあ、ところどころね、うん、甘いところがあるから、ラグナグに負けるんだけど。甘いというか、あいつ変なところでギャンブラーなところがあるから、そう。そことそこを締めとけばラグナにも負けなかったのに、みたいな。お前の夢は叶ったのに、とかね、思うんだけどね。まあ、そこ残しちゃうよな、みたいな。まあ、でもそういうところがあいつの魅力というか、ね。なんでお前先に大変に自分たちのオリジナル確保しとかなかったんだよ。お前もできたろ、みたいな。どうだかな。ああいうところが、でも、そうね。可愛らしいんですよ。そう、可愛らしいんだ。あの瞬間、基本技にやられたわけよ。オリジナルがどうこうです。あれって、だから、普通は塞ぐようになって思う。あそこまで行ったやつ。あれはほら、もちろんその上で防げないお約束だからいいんだけど。あの、セイントシステムみたいなもんだから、うん、あいつら経験型だから、経験したら学んで体勢つけるけれど、うん、だってあいつそら、なんだろう、不死身だったやつが一回自殺するだなんていうのはできないわけじゃないですか。まあ、殺されてみたら不死身だったってなる。マジで死ぬやつっていうものは一回もそら体験してないからね。まあ、ましてオリジナル探してこいなと思わなかったんだろうけど、あれ、俺探してもいいなと思った。いやー、だからさっきも言ったように、それができるのは光属性なんですよ。だからそうそうそう。あ、そういう意味でちょっと光属性じゃないんだよね、グレンファルドはね。あいつは良くも悪くも、うん、あの、経験値型だから、ね。たらき上げタイプだから、そう。先に穴も塞ぐだろう、当然だって言っちゃうのは光の文字ですからね。そう、一回やられたら分かるんですよ。だから一回やられたらもう何をどうしても絶対にこの可能性はダメっていうものを、もう手数整えてやって、勝てる体制っていうのもやるんですけれど、うん、そこのところ経験がついてないからっていう、そう、まあ、まあ、あとついでを言うと、まあ、普通オリジナルもそんな簡単に見つかんないから、あれは戦いつつずっとラグナとかのが覚悟を決めてたっていうのがね。そうね。まあともかくとして、そうですね、前作のこの体験版のアッシュがとても書きづらかったっていう、あの意見というか俺が言ったこともそうなんですけれど、うん、そう、アッシュ書きにくかったしラグナも書きにくかったし、アッシュって考えなきゃいけない、おまけにあいつは伏線だらけだったし、記憶もあれだし、アッシュはね、で、なのになんで改めて思うけれど、ゼファーさんはあんな書きやすかったんだろうって、ドデズミっていう。やっぱりあれだな、俺に近いやつほど書きやすいっていう当たり前のことなんだろうな。いや、そこは書きやすい書きづらい、決して高浜とのシンクロ度だけではない。まあ、それよりゼファーさんはシンクロしてたねって話しています。そうだね。光の奴隷さん、メールありがとうございます。いつも通りにゼファーさんに帰結した結果ですが、おおむねこんな感じです。もう一個の質問はいずれ機会があれば。青臭く気恥ずかしい話だが、どうか笑わずに聞いてくれ。私は真実作家とたっ飛ぶ守護の盾に、高浜先生の味方になりたいのださんからのお便り。こんにちは、いつも放送を楽しみにしている。今日も一日二次元三昧の影のものです。トリニティビヨンドで真相の策をカンパしまくって、鋼材がでかすぎて排除できなかったバルゼライド閣下の気持ちを我々とアッシュ君に叩きつけたギルベルトについて質問です。首から下は比べるべくもなく真相側の勝利だと思うのですが、ギルベルトの首から上は真相と良い勝負するような気がするのですが、どうでしょう。あくまで一時であり、全てに当てはめるのは間違っているとは思うのですが、気になってしまいます。 PS、 ああそうだとも、高浜先生のような存在こそ報われてほしいのだから。そうね、あー、まあわかるわかる。確かにね、これあのギルベルトはその自分の思い通りの方にやるっていうのは天才ですからね。だからまあ真相は基本的にあの経験型のやつだから、あいつらはあの1000年間の経験値でこうした方がいい、ああした方がいい、これやったら人をこのこっちの方面に動かせるだろうみたいなもんとかにやってるんですけど、ギルベルトあの年でもう完璧にやってるし、あと何よりあのギルベルトの鬱陶しいところのが、あいつあの成功しても失敗してもどっちもどっちで私の思い通りとか、その願ってる方向性には叶うよという時点で、悪辣さというか、その手のひらからその出られないっていう面で言うんだったら、ギルベルトの方のが確かに。いや、まあ確かそうは、別にギルベルトは別に味方によって手のひらの上を変えてるだけの話だから。あいつはまあ、結果的にあいつの手のひらの上っぽいけど。まあね。そう。そこがね、あいつ何やっても戦略の立て方はうまいやつ。どっちに行っても勝てるっていう図式は作るから。そう。あとほら、神父様は経験値というよりはパワーでやってるじゃん。結構人をコントロールする。ギルベルトさんはパワーというよりは心理的にやってるじゃん。
首より下側っていうのはそれにそのパワー、そうパワー、そうパワーなわけじゃん。で、頭とか知能だけで言うとっていう話なんだよね。そう、知能だけで言うとそれはモロン・ギルベルトかな、うん。まあ、ギルベルトもルートボスなわけで、要するに神祖たちの一人一人とかのところが、まあ、グレンファルトは一旦置いとくとしてラスボスだから、とすると別に全然引きにするんじゃない。グレンファルトもそうなんだけどね、あれ、あの本編のラグナロクのグレンファルトの動きとかそうなんですけれど、うん、あいつチャレンジャーっていうかね、あの、うん、なんか失敗しても一回経験したことはこれを元に図式取ってこれやってこれやって、ああこれで道を潰していってこれ正解の辻道だねっていうものはパカパカパカって、うん、いやいやもちろん分かってるんだけど、ね、立てられるんだけれど、なんすかね、あのギリギリと計算づくでやってるから やらずとも分かってるというか、予測して手のひらを収める。そうそう、でもってかつ外れたら外れたで、でもそっちの外れたルート行ったとしても私はそっちでも OK だよみたいなメンタルしてるから、そうメンタル面でも頭脳面でも結局あいつを嫌がらせることがほぼできないっていう、うん、すっげえ嫌なというか、うん、まあだから嫌われるわけでね、うん、そういう意味ではさ、うん、案外神祖さんおバカだね、シナリオを読んで思ったらですね。おバカというか、まあ、まあ、いやあれぐらい抜けてるとこから倒せないんでしょうがないんだけどさ。あれはね、仕方ない仕方ないというか、なんかあのラグナとミサキ初体験すぎる。そうそうそう。そう。ああ、それも OK。ただギルベルトさんはああはならない。ならん。そう、そういうこと。そういうことなの。そうだよね、今まで俺がいろんな作品やってきて、あそこまで人をなんかうまいことコントロールできるってのに卓越した男はそうおらんかったと思う。まあ、ギルベルトが困ったさ、シチュエーションはそもそもなかった。メンタルからしてまず困るメンタルを持ってないっていうか、そう、そうそうそう、そういう面でもあいつつっこいというか、無敵というか、まあ、そういう意味でのね、知略、うんうん、という意味ではグレンファルトよりはギルベルトの上な気がするね、確かに。経験型と天才型というか、そうそう、うん、でもってギルベルトの方とかのがね、嫌なところがね、人の心の光を信じてるのが嫌っていうのがね、うん、きっとこいつだったら私はこういう風な後方の方行ってるんだけれど、うん、きっと超えて私の予測を超えた美しいものを見せてくれるぜ、ビクンビクンってやってるから、そうお前何やったってエンジョイできんなっていうのがねなんだお前無敵かよみたいな、 S もいけるし M もいけるとかいうやつみたいなもんじゃねえかみたいな、うん、まあでもそれはね、でもメンタルが強いだけでいわゆる戦って最強とはちょっと違うんだよね。バトルじゃないけどね。そう、あいつを困らせることができないだけの話であって、まあまあ挙句の後で負けても喜んで死ぬからね。カッカーと同じであったんだろう。ああそうだな、悪くないほぼ生きかけがましたみたいな。そう。まあ、うん。ともかく、そうですね。あいつはそんなやつかな。そう。うん、何を勝利というかによっては、あいつは負けてくんないね。そうね。負けがないな。そうだね。そうそうそう、負けないタイプだな。負けないタイプ。まあ、あんなやつの計画に乗せられたら、俺は絶対嫌だけどね。何やったってお前は笑顔になるんだなっていう。地獄だな。で俺はあのメンタルの強さ持ってないからあれはなーってね近いけどね、そういう意味で俺は無敵ではないから、うん、そこが違う。あれは見習っちゃダメですよまあそうだね、じゃあね、メールありがとうございます。ハンドルネームは期待に応えられたかと、予想以上にギルベルトの評価が高かったことにびっくりです。本日もお付き合いありがとうございました。 Steam 版シルバリオトリニテの審査が通りました。ベンデッタの方は審査中ですが、おそらく同時に発売することができそうです。また本日発表した総選挙とシルバリオ競馬ですが、順位予想の更新を小刻みにして予想の精度を上げたいと思います。順位予想も3連単、3連複、枠番と3部門で分けて、プレゼントの当選率に影響を与えられるようにします。とりあえず、来週のどこかで続報をあげますので、Twitter 等をチェックしてね。それでは、ウラライトチャンネル第11夜終了。ありがとうございました。I'm not afraid to die.
とりあえずキャラクターはもう大体固まったんで、これで、本当にざっとしたのからとざっとしたあれをやってこうと思う感じで、で、そこら辺の聞きたかったというか、あれなんですけれど、相談というかあれだったんですけれど、主人公はちょっと頑丈にしたかったあれなんですよ。なんか初見殺し能力じゃ、人とか食らっても生き延びれない。いや、だって主人公が頑丈じゃなかったらすぐ終わっちゃうから。そう。なんだけど。主人公頑丈で、ストーリーも二転三転できた方がいいんじゃない？でもね。それは賛成する。この手の異能バトル系の本と言われるものって、当たり前だけど主人公頑丈にされてるわけなんですよ。さっきも言ったように。そう。ね。まあ、主人公頑丈の話作りやすいから、ね。そうそうそう。それはしょうがないんじゃない？そこで何も真似をしたくないから主人公を脆弱にしようっていうと困るんじゃない？うん。で別にゼファー君頑丈じゃなかったけど、シナリオ別に短くなかったしね。で相手も切るまでずっとなんかうじうじ言いながら切ったら時間かかるだけだけど。だから別に、あ、そっか。ゼファー君頑丈じゃないよね。ゼファーはね、防御うまい。あ、そうか。防御うまいやつにすらいいんだ。でそれは特殊能力にする必要ないんだから、そうね、特殊能力でやる必要なくて話でやればいいの。なんか設定つけてさ。ただ主人公がすぐ終わっちゃうとつまんないから。そうそうそう。フィジカルモンスターにしない。うん。あ、でも、なんとなく分かってきたし。何もね、その、異能がついてるから耐えられて覚えたとかやる必要なくない？今回の主人公。ストーリーを作りやすい方でいい。はっきり言うけど。別にゼファーでも作れるわけじゃん。別にアッシュ君だってさ、別にすぐ戦闘終わんなかったぞ。アッシュはほら、体の中に英雄パワーが入ってるっていう、あれ見て、つまりあれ見てタフネスに理由が俺の中でそうそう、だから別にそういうのでもいいよね。だって今回で、人間より丈夫でもいいよ。あーね。だから、いや、要するに、やり方はいくらでもあるってこと。すでにだって特殊設定の塊なんだから、ストーリーのためにこれを活かすっていうのはどういうか使えばいいだろうね。指飲んだから、実は、元々の能力に加えて、ちょっとタフですとかさ。いうのを追加でつけてもいいし、ね。そんな、無理やり異能にフィジカルつけなくていいと思うし、つけたいんならつけてもいい。フィジカルが強化されています。でもいいし、ね。そこら辺の設定あるわけだから。それの特殊設定のどれかをフィジカルに振れば終わっちゃうし、それなくてもいいし、シナリオさえダサく終わんなきゃいいわけ。主人公が弱いからこうしなきゃとか言って、シナリオの要望に合わせて主人公を設定すれば俺はなんて文句もないよ。シナリオが面白くてユーザーがドキドキしてハラハラして読めればいいわけです。でやったーって言えばいいわけです。まあそしたらフィジカルがさ、弱いときは弱いときに、こう、避ける技を使って、それは、いいんじゃない？どれでも。それ高浜が書きたい方でやればいい。そうだよな、どうするかだよな。それはこれからさ、イメージが固まればいいんだよ。まだそれは今日決めることじゃないけど、今日、何か聞きたいことは聞いていって、これから決めればいいじゃない？全然大丈夫。結果的にできることは間違いないんだよ。心配はしていない、そこは。うん。高浜が間違うんじゃないかなとかいう心配は何もしてないから大丈夫。被るのはあれだなってところなんですよ。それは好きにする。俺は気にしないし、被ってもいいし、被るんだけど。ただ、異能フィジカルが被るんなら異能フィジカルやめればいいし。で、ストーリーでうまくやればいいし、防御うまいとかいろいろ。いや、誰もさ、ゼファは、ほら、シナリオのことを考えたら、そういえばゼファ、なかなか死なないよな。防御上手かったよなって今思うけど、ユーザーにインタビューしてごらん。ゼファーの防御ってすごかったやつ、そんなイメージないよ。あいつはやっぱ一撃必殺だよね。みたいな話になるじゃん。ただ、それでゼファー書き方上手かった。あいつは息汚い性格っていうのは、そう、性格なんですよね、結局は。そういうこと。